皆さんこんにちは。平成三十年度中小企業診断士試験一次試験ですね総評を行いたいと思います。私レックス千にこし近所純之助と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で今ちょうど八月五日の日曜日中小が終わってですね私の手元に中小の FAX で,、ね、で送られてきたところということで、あのーまあ、今回この総評として細かい総評については、まあ、各科目分析をしたりだとか回答リサーチの結果が必要なんですけれども、まあ、現時点でですね、まあ、私が各担当講師に ちょっと伺った話とかですね。あとはまこれからどうするのかという話をちょっと皆さんにお伝えしたいなと。まあ一応速報バージョンということでお付き合いください。でまずは受験された皆さん本当にお疲れ様でございました、えー。大変だったと思います。あの土日ねこの全国的に猛暑酷暑と言われる中、体力的にも精神的にも本当に消耗なさったと思います。でまあ試験が終わったばかりで。 え大変だと思いますが、今皆さんご覧いただいているの8月の6日以降だと思うんですね。で、すでに多分診断協会からはえ回答がだあと科目ごとに出ております。必ずもういち早くですね、自己採点をなさってください。例年あのいやなかなかねもう自己採点するのもやだしとかね、もうどうせダメだろうからということで自己採点しないでほっといたら9月になって。 えー、合格通知が来てて驚いいいたっっう人も中にはいらっしゃるわけですなのでそこから慌ててですね二次対策しても間に合わなくなってしまいますのでとにかくまだの方はですねいち早く自己採点をなさってください。でまあ残念な結果になった方それから、まあ、すでに自己採点された方いらっしゃると思います。で当然残念な結果の方と合格された方出てくるわけですよね。 でもう私これ毎年申し上げてるんですけども結果以下にかかわらずですいいですか受かろうが、まあ、受かった場合は当たり前なんですけども二次対策しますよねで同じく残念な結果だった人これねやっぱりこう悔しいと思うんですだけれどもまあじゃあ来年また、ね、受けて受かるわけなんですけれどもどうせ来年二次試験受けるんであればじゃあ今年受かったつもりで。 ね、今年一次試験に受かってたら今頃皆さんはもう二次対策に入ってるわけですからなので、まあ、残念だった方ね悔しししいいけども歯を食いしばってて二次対策ほんですレックス生であればこれから先ずっと二次の講座も続きますしレックス生以外の方他の学校通っている方も多分講座があると思うんですよそれをしっかり受けてください悔しいと思うけどそれは絶対に来年以降に生きてきますんでね なのでいずれにせよ残り本試験まで、まあ、11週間11週間もあるんでねだからそれを無駄に過ごさないためにもしっかりこう二次に向けて舵を切ってほしいなと、まあ、前を向いてほしいなというのがまず最初にね申し上げたいなと思ってます。でざっとですね、まあ、この7科目 の好評というかでですすねね感想レベルですねまだ公表という細かいところまで分析は各講師からまだあの上がってきてないので,で経済学の先生はですねあの今年は60いくんじゃないのぐらいのことをおっしゃっててあの本当に過去問をしっかりやってれば確実にでレックの答例なんかでも,もう出した問題なんかが多数出てるようで60いくんじゃないのぐらいの えー、手応えだそそうううですななのかなという感じでまあ時事問題とかね出題傾向なんかもいつもと同じくただ一方で財務の先生方からはですね、あのー、前半のアカウンティングについては、まあ、例年並みなんだけれども後半のファイナンスの方が若干ちょっと難しかったんじゃないのかということで、えーまあ、ちょっと難しくなったというのが ご意見でいただきました。あと企業系理論についてはこちらはですね、まあ、毎年のことなんですが、企業系理論いつも難易度がだいたい安定してますよね。だから例年並みだと思います。はい。過去問をしっかりやっていったらある程度までは削れるんだけれども、ただ決め打ちはしづらいというね、あの選択肢を選ぶ難しさはありますけど、まあ例年通りの難易度だろうというとこです。 で運,営管理運営管理はですね今年は難しくくくなったという声を多く聞く感じですかねあのやはりここ23年ずっと計算問題の比重が増えてきておりまして今年もやはり計算系の問題が考えさせる頭を使うような問題がまあ増えてるという意味で、まあ、難易度は、うん、上がったんじゃないのかなということになります。なので、まあ、そうして1日目 の科目だと、まあ、経済学はまあ比較的簡単になりましたけれどもそれ以外の科目は例年並みないし若干難しくなったんじゃないのかなと1日目についてはねそんな感覚です、はい、で一方で、えー、2日目今日ですねあのこの収録時点で私があの聞いた警報部の担当の先生からはですね、まあ、若干難しいかなとちょっと難しくなった。 私あのもう今見たばっかりなので中身全然解いてもいないのであの伝聞系で。で情報システムについては、まあ、例年並みという感じでしょうかねあの例によってしっかり覚えてる人は解けたし覚えてない人は駄目だったしというような身も蓋もないことなんですけどもまあ例年並みと。で中小が本当にこう 今出来たてほやほやで本当にパラパラめくったんですけれども、まあ、あの数字を問うようなあの変な問題はないんですけれども白書についてはやっぱりもう傾向減少とか増加とか高い低いとかってやっぱもうここ数年の特徴なんですけれどもで試作についてはまあオーソドックスな。 出題題ととといいうううことでもうあのサービス問題かなというレベル感がありますだから中小についてはまあ白書はちょっと難しいですけども試作についてはまあサービスかなということで総じて例年並みというようなイメージを持っています。ということであの7科目トータルで受けた場合ですね、うん、まあ例年通りもしくは若干、えー、合格率は下がるかもしれませんよという、まあ、現時点での 話なのでこのあと回答リサーチとかね上がってくるともうちょっと変わってくると思いますけど速報レベルではそんな感じです。なのでまあ2次の受験者数はおおむね、えー、4,000人前後ぐらいだろうと、はい、5,000人とかになることはないなと、まあ、4,000人前後だろうなと想定されますので、まあ、例年通り、えー、合格率が25%ぐらいになるんじゃないのかなと。 二十パーセントから二十五パーセントの間で大体千人前後の二次試験になるだろうということが想定できます。で、あのいつも言ってるんですけれども、二次試験じゃあ二十五パーセントね四人に一人まあまあ五人に一人ぐらい四五人に一人受かるという試験なんですが、うんと実際のところはですね例えばじゃあ四千人としたとして、えー、まともに勝負の土俵に乗ってるのは。 はっきり言って半分の二千人ぐらいだと私は思ってます。だから残りの二千人はそもそも土俵に乗れてない。二次がどんなものか分かってないとか、そもそも二次試験の書き方とか解き方とか、えー、もうただ単に自分の意見をぶわっとね、えー、披露する場だとかね、勘違いしているような方が大体半分ぐらいだと思うんです。だから本当の勝負は二千人の勝負だと思ってます。そこで、えー、冒頭言ったように。 もう今年の1次試験受かった人は当然のこと残念であっても早く2次試験とは何ぞやってのを掴んでおかないととてもじゃないけど合格難しいといととうことになりますそこでレックではですねこの残り11週間についてはあの、まあ、ほぼ毎週の形で皆さんにですね 様々な情報提供を行っていく予定になってますで、えーとまあ、詳しくはウェブなんですがでこれはこう今収録時点私の収録してる8月日なんでからうこれ終わってると思うんですね。で来週の8月11日そして18日26日ということで、まあ、週末を中心に二次試験のコツだったり答案作成術だったり。 まあ8月の下旬26日にはこれも僭越ながら私がですね過去問分析の進めということでまあそれぞれえっとまあ同時中継ありますので皆さん最寄りの会場もしくはこの新宿や池袋生講義聞きに来ていただければなとこれがまずあの対策イベントということになってますなので8月いっぱいはですねまあ二次試験って何ぞやっていう話を皆さんにお伝えしていきます。 ただもう一刻も早くこのなんて言うんでしょうね二次のこの、まあれんとかね模試とかそういったものをまあバンバン当然他の受験生やってますのでなので特に今年初めて一次受かって二次チャレンジする方というのはとにかく情報収集が非常に大事になります。で 対策のためにですね、まあ道場という形で、まあいろいろ、まあこれ十七日、二十三日、三、え、十、ー、日と、まあこれもだいたい一週間おきにですね、あの掛け込み道場などがあります。それぞれ黒川先生やあ後藤先生対応してますし、で超直前にはなるんですけど、十月に入ってですね、十月六日と八日、これ生講義です。それぞれあの事例の一二と三四に分けてですね。 あの二次過去問総ざらい道場ということこれ私が毎年やらせていただいてるんですがあの平成13年から一気にですねあの平成29年まですべ、えー、ての過去問をざっとおさらいすると最後のまあ知識もう過去問の傾向パターンとかねそういうのを叩き込む本当にもう地獄のような講座なんですがこちらはあの通信もあります。 なのでもし、えー、この過去問を全然やってないぞとでも一刻も早く過去問を抑えたいという人はですねあのぜひこれもう早めにもう通信で、えー、8月の中旬ぐらいから多分まあ今でに既存のものもありますしねなのでレックの詳細はウェブサイトを見てくださいって書いてあるのでレックのウェブサイトでこれはもうあの手前みそですけど過去問2時は1時以上に。 過去問が重要になりますのでねなので過去問をしっかりやっていただきたいなと。でまあいやまあ過去問行く前にまず基礎からしっかりやりたいよとで今まで実は2次を正直全く勉強してなかったという方のためにレックだですねこの、まあ、直前フルコースということであの初めて2次に挑戦する皆さんのためにこのこうトーレンとかね が全て模試までがパックになったこのコースをご用意しておりますのでこちらぜひ受講してくださいで特にですねおすすめなのがこの、えーまあ、中にこれ含まれてるんですけど「二次突破コンプリート」シリーズということでこれがもう初心者の皆さんに、えー、知識面と読み方書き方考え方というふうにそれぞれのスキルに応じて2回ずつの全15時間で、えー、二次が全てスキルが こう伝わるようになってていいますあととはそれを磨いていただくと当連でアウトプットしていただくということになるわけですね。だからその中でまあ本当に基本的な知識以外の10時間これはあの受験経験のある方におすすめのやはり読解力技術力思考力について、えー、しっかりとまずはインプットしていただいてあとはアウトプット徹底してやっていくというようなまあパッケージになってます。だこちらをぜひ えー、ご検討いただければなと思います。まあ、まあ、あの、いずれにせよですね。もう残された時間は十一週間です。あの、八月六日現在ですね。ですので、あの、もう、まごまごしている時間はないです。冒頭申し上げたように、この、たい毎年四千人受験する中で。勝負の土俵に乗ってるのは、半分しか乗っていません。なので、皆さんが土俵に乗るのか、それともまごまごして、土俵から落とされるのか。 ね、一刻も早い意思決定、早い着手が必要になってきます。ですので、まあ、あの今本当に1時が終わってぼーっと方針状態の方もいらっしゃると思います。ただ、本当に合格された方はですね。まごまごしている暇はないです。一刻も早くねえ、2時に着手してください。また残念だった方繰り返しになります。けれども、どうせ来年受けるんだからだとしたら、あの2時の勉強をやりましょうよ。10月本番まで。 ね、そこから10月本番終わってからまた1時の勉強しても間に合いますからですので今の時期はもう2次を受けるぞというつもりでねぜひぜひ非2、えー、次対策を行っていただきたいと思います。はい、というわけでね、あのーまあ、今回、えーまあ、総評ということであの本当に速報版で皆さんにあのレック講師の、まあ、所感をお伝えしましたけれどもあの伝えたいことは一刻も早く2次に。 チャレンジしてくださいといととうこでですのでね、まあ、あの特に私はレックであの過去問対策を徹底してやっておりますので一,一刻も早くね2次、えー、対策飛び込んでいただいてで私の過去問講座を、ね、受講していただければと思います。はい、というわけで、えーまあ、今後のイベント等情報等はですねレックのウェブサイトなどでもあの発信していきますのでお見逃しないようにで毎週毎週週末に情報発信していきますのでしっかりと情報収集をしてください。 はいというわけで、えー、平成30年度中小企業診断士一次試験の総評はここまでにしたいと思いますまた二次の講座で、えー、お待ちしておりますご清聴ありがとうございました